はい、皆さんこんにちは、タートルです。最小限に全身使えるメニューが知りたい、そういった方におすすめなスリープウォークを紹介していきます。今回のメニューのいいところは、寝たまま全身の筋肉が使える、適度に息が上がる、姿勢が良くなる、腹筋が鍛えられる、いいとこ尽くしのメニューになります。上体を起こして行うバージョンと起こさないバージョン、2種類できますので、自分に合った方法をやってください。今回は5回やっていきます。30秒を5回です。できれば5回違うメニューがいいんだけどって思ってる方、実は同じメニューを繰り返すことによってストレスが軽減されるんです。一度で使い切ってしまうとストレスでしかないんです。2度3度使うことによってそこの筋肉を使うっていう認識ができてきて、あまりストレスにならないんですね。運動が長続きしない、そういった方は基本的に1セットで頑張りすぎてやめてしまってるパターンです。1セット目は軽く、2回目以降をしっかり頑張ることによってストレスがあまり残らないで快感が得られるんです。今日も一歩前進しましょう。仰向けで寝ましょう。足を歩く感じで動かすんですけども、手で軽く足を押さえて伸ばします。抱える足を押さえて手で押し返します。こういう感じで交互に動かします。できる人は上体起こして動きます。きつい方は寝たままで手で押さえながら動きます。やっていきましょう。それでは頑張っていきましょう。1セット目は軽く手で足を押します。グッと押します。きつい方は寝たまま。メニューが分かればスマホを置いたままでもいいです。声だけ聞いてやってください。全身を使うことができます。 OK、 10秒休みます。5秒でした。行きましょう。休憩5秒でした。切る人は上体を起こして、あんまり速くない方がいいです。手でしっかり押し返します。手で押さえることで腹筋も効きます。 OK、 辛くなってきたらね、寝たままでいいです。しっかり手で押さえてください。腕胸が疲れてきてたら感じてきてます。頑張るぞって方は頑張ってです。あと少し。これで全身が使えます。体が熱くなってると思います。しっかり手の力を使って、最後、力を使い切って、ちょっとペース上げてもいいよ。これでもいいよ。最後、使い切って。キック。手と足で押さえ合いをして。うおー。効いてる。聞いた。お疲れ様でした。同じことを繰り返していくことでストレスがね、本当に軽くなります。最後までできたよ、達成感あったよって方はグッドボタンとコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。